お願いします。皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきました、成蔵と申します。集会が始まるまでの時間、どうぞ歌にお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、では最初の曲いきたいと思います。まずは皆さんご存知のジョン・レノンさんのイマジン、今和野清志郎さんの歌われた日本語バージョンでいきたいと思います。天国はない。ただ空があるだけ。国境もない。ただ地球があるだけ。みんながそう思えば簡単なことさ、社会主義も資本主義も偉い人も貧しい人もみんなが同じならば簡単なことさ、夢かもしれない。でもその夢を見てるのは一人じゃない。仲間がいるのさ。誰かを憎んでも派閥を作っても頭の上にはただ空があるだけ。みんながそう思うさ、簡単なことを夢かもしれない。でもその夢を見てるのは君一人じゃない。仲間がいるのさ。夢かもしれない。でもその夢を見てるのは君一人じゃない。仲間がいるのさ。どうもありがとうございます。はい、続いての曲です。安倍政権は、数々の憲法違反の法律を作ってきましたよね。もう特に安保関連法、
いわゆる戦争法です。これを作って戦争する国づくりを進めてきたその張本人というのは安倍元首相じゃないですか。こんな人を、こんな人をですね、国葬にするなんて絶対ありえないと思いますよ。皆さんどう思いますか。はい、ありがとうございます。次の曲、ちょっと激しい曲やります。戦争と政治家という曲です。戦争が始まる、一言で始まる。覚えとけ政治家よ、お前らの一言で。戦争じゃ人が死ぬ、一日中人が死ぬ。覚えとけ政治家よ、お前らが殺すのだ。戦争は金を生む、血を打って金を生む。よかったな政治家よ、お前らの儲けだ。戦争が止まるとき、英雄は生まれる。おめでとう政治家よ、お前らが英雄だ。忘れるな広島を、忘れるな長崎を。日に焼けたあの夏と、日に焼けたあの街よ。忘れるな政治家よ、忘れるな政治家よ。戦争は終わらない、黒い雨が火を消しても。戦争は終わらない、戦争は終わらない、戦争は終わらない。黒い雨が火を消しても。忘れるな政治家よ、忘れるな政治家よ。戦争は終わらない、黒い雨が火を消しても。忘れるな広島を、忘れるな長崎を。日に焼けたあの夏を、日に焼けたあの街を。戦争は終わらない、戦争は終わらない、戦争は終わらない。お前らがいる限り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 。次は最後の曲になります。この曲、毎月19日行動議員会館前で
かりおなじみになった曲です。この曲っていうのはですね、お隣の韓国で政治の私物化を行ったあの当時のパク・クネ大統領、国民から大きな批判が上がりまして、そして連日韓国全土でデモが行われました。あの首都のソウルでは連日100万人規模のデモが行われて、ついにパク・クネ大統領は退陣に追い込まれたという、あのキャンドルデモ、キャンドル革命の中で歌われてた曲です。この曲の日本語バージョン歌って終えていきたいと思います。真実は沈まないです。闇に負けない、誠は嘘に負けない、準備はいい、真実は沈まない、マコからもらった、決して諦めはしない、二人は闇に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない、光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない、は闇に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない、光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない、真実は沈まない、決して諦めはしない。どうもありがとうございます。引き続き頑張っていきましょう。また路上でお会いしましょう。ありがとうございました。マリゾーさん、ありがとうございました。ちょっと連絡をします。黒いスマホを落とした方がいます。もしスマホの落とし物を見つけた方は、この舞台のところに届けてくれるようお願いいたします。黒いスマホを落とした方がいます。もし見つけた方は、この舞台のところに持ってきてください。お願いいたします。すいません、舞台の前にとどまらないようにお願いいたします。なるべく南の方と北の方流れていってください。舞台の前にはとどまらないでください。よろしくお願いいたします。音響設備は整えていますので、どこに行ってもちゃんと聞こえますので、舞台の前にはとどまらないようにお願いいたします。Thank you.
絵になるんだよ。あ、うん、これと、あ、そうなんですね。文字がいっぱいあるんだよ。あるんだよね。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はたくさんの方がこの国会前に来ています。みんなで安倍元首相の国葬反対の声を大きくしていきたいと思います。よろしくお願いします。私は今日司会をさせていただきます松井奈穂と申します。よろしくお願いします。それではまず主催者挨拶とからいきたいと思います。選任委員会事務局長内田正俊さん、よろしくお願いします。こんばんは。戦争をさせない選任委員会の内田です。主催者を代表して一言ご挨拶を申し上げます。安倍元首相と旧統一教会、単なる広告塔ではありませんでしたね。岸信介、安倍晋太郎、そして安倍晋三、三代にわたって旧統一教会と深い関係になったことが白日にさらされています。全国で多くの人たちがこの国葬に反対しております。そもそも追悼とは、亡くなった人の遺族あるいは友人個人をよく知っている者たちが行う優れて個人的な行為であるわけです。そういった追悼を国家が関与するときには何らかの目的があるわけです。森友家計桜を見る会、そういった疑惑、何一つ答えてない、この疑惑に蓋をし、あるいは自民党と旧統一教会との関係を蓋をし、そして岸田首相が安倍派に忖度して、自分の求心力を高めようとすると、そんなことに私たちの税金が使われてはたまりません。もしどうしてもやりたければ、やりたい人たちだけが統一教会と共催をして、あの安倍晋三の好きな靖国神社で自分たちの金でやればいい、税金を使うな、そういうふうに大きな声が起こっております。地球儀を俯瞰する外交をしたと聞かれます。確かにあちこち飛び回りました。しかしその地球儀には隣国である韓国、中国は入っておりません。そして拉致問題、あるいは北方諸島問題、何か解決があったでしょうか。トランプやプーチンに心臓はいいやつだと言われて武器の爆買いをしただけではないでしょうか。そもそもこの国葬については法的根拠がないと言われています。法的根拠がないどころか法律的に廃止された国葬令であるわけです。あの皆さん刑法を見たことありますか。刑法の73条から78条、これは不敬罪に関する規定ですが、戦後の新しい憲法の下でこの73条から78条を削除されたわけです。国葬令も同じわけです。私たちは閣議決定という方法をもってこういったことをするということは、閣議決定でもって不敬罪を復活させる、教育直後を復活させる、そういったこともできることになってしまいます。私たちはこの閣議決定、まさに安倍政権の手法であったわけです。忘れもしない。2014年7月1日、閣議決定という方法をもって、集団的自衛権行使を容認し、それ以来、まさに武器の爆買いと自衛隊の海外への派遣、こういうふうに走っているわけです。私たちは、こういった政治を許してはなりません。皆さん、8月31日、夏の終わりです。今セミたちが最後の力を振り絞って一生懸命鳴いております。私たちも大きな声で国葬反対、権力の私物化反対、そういった声を訴え続けましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は全国津々浦々で
同時刻にこのような集会が開かれています。私たちもこの国会前で大きな声を上げていきたいと思います。それではコールをお願いします。石山直子さん、よろしくお願いします。それでは皆さんと一緒にシュプレヒコールを上げていきたいと思います。シュプレヒコール。国葬反対、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 閣議決定、今すぐ撤回、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 安倍元首相の国葬反対、安倍元首相の国葬反対、安倍元首相の国葬反対、安倍元首相の国葬で税金使うな、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 黙祷を強制するな、黙祷を強制するな、哀悼を強制するな、哀悼を強制するな、内心の自由侵害するな、内心の自由思想の自由侵害するな、思想の自由侵害するな、信条の自由侵害するな、信条の自由侵害するな、閣議決定で何でも決めるな、閣議決定で何でも決めるな、法的根拠は何にもない、法的根拠は何にもない、憲法違反の国葬反対、憲法違反の国葬反対、憲法違反の国葬反対、悪性批判を封じ込めるな、悪性批判を封じ込めるな、異論や批判を封じるな、異論や批判を封じるな、反対世論の声を聞け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 、国葬反対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 、森かけ桜葬るな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 、歴史の改ざん許さない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 、政治利用許さない、政治利用許さない、統一教会癒着を隠すな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 、国葬ではなく国会開け、国葬ではなく国会、国葬ではなく国会開け、国葬ではなく国会開け、カルトから民主主義を取り戻そう、カルトから民主主義を取り戻そう、憲法改悪絶対反対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 、憲法違反の国葬反対、憲法違反、国葬反対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 、ありがとうございました。元気が出ましたね。はい、それでは続きまして、立憲野党の代表の方からご挨拶です。日本共産党小池晃さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。国会正門前にこれだけ集まるのコロナの後久しぶりではないでしょうか。それだけみんなが本当にこの問題で
起こっているということだと思います。今日は共産党からは山添拓参議院議員、伊藤岳参議院議員、上智子参議院議員、仁比聡平参議院議員、宮本武史衆議院議員がこの場に参加をしております。皆さん、弔意というのは誰に対するものであっても弔意を示すかどうかも含めて、これは強制されては絶対にいけない内心の自由に関わる問題であります。ところが岸田首相は8月10日の会見で敬意と弔意を国全体として表す議席だと、儀式だと述べました。国全体って何ですか？誰が決めたんですか？実際今日首相官邸で葬儀実行幹事会が開かれて、国葬の当日には哀悼の意を表するため各府省においては弔旗を掲揚するとともに、葬儀中の一定時刻に黙祷することとする、これを決めました。岸田さんは国民に弔意表明求めないと言うけれども、弔意の強制が着々と進んでいるのではないでしょうか。皆さん、そもそも安倍晋三さんは戦争法、特定秘密保護法、共謀罪を強行し、森かけ桜、まさに政治の私物化をやってきた人物じゃありませんか。そして今その背景に統一教会、国際勝共連合という反社会的カルト集団、反共暴力集団がうごめき、その頂点に立ってきたのが安倍晋三氏ではないかということがいよいよ明らかになりつつある。まさに弔意を強制される、弔意を示すのに最もふさわしくない人物ではないでしょうか。しかも国葬というのは法律にはありません。法律にないことを何で閣議決定で決められるのか、法律にないことを何で予算が出せるのか、しかもその総額は終わってから示すと言っています。いくらかかるか終わってみないとわからない、まるでぼったくりではありませんか。岸田さんは民主主義を断固として守る決意を示すためにやると言った。しかし今回の国葬そのものが数の力があれば何でもできるという民主主義破壊に他ならないではありませんか。民主主義を守り抜くために国葬をやめさせましょう。国葬を民主主義の葬式にしてはなりません。憲法の葬式にしないために力を合わせる時だと思います。反対世論も日に日に大きくなっています。今日岸田さんは国会に出るということをついに認めたようです。しかし短時間でお茶を濁して逃げるようなことは絶対に許してはならないと思います。皆さん、まさに今日本中で声を上げる時ではないでしょうか。国葬はやめろ、国会を開け、この声をこの国の隅々でみんなで上げていこうではありませんか。日本共産党も市民の皆さんと力を合わせて国葬反対の声を上げていくために全力を挙げる決意を表明して、共産党を代表してのご挨拶といたします。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、舞台の周りで前でとどまらないでください。南西側、北西側、もう少し、はい、並木の方へも
移動してください。コロナ禍でもありますので、広いところで密にならないようにお願いいたします。続きまして、社民党の福島みずほさん、よろしくお願いします。今日の皆さん、こんばんは。こんばんは。紹介していただきました社民党党首、参議院議員福島みずほです。みんなの力で、みんなの力で国葬の決定を撤回させていこうではありませんか。戦前国葬令がありました。しかし1947年日本国憲法が施行されると同時に廃止になっています。なぜでしょうか。法の下の平等や思想良心の自由に反するからではないでしょうか。国葬令はありません。佐藤栄作さんの時に国葬するかどうか、政府は法的根拠がないということを理由に断念をしました。断念をしたのに、なんで安倍総理の時に国葬ができるんでしょうか。できないと思いますが、皆さんどうですか。何でもかんでも、何でもかんでも閣議決定でできると思ったら大間違いです。閣議決定ではできない。憲法違反であり、法的根拠がありません。そして皆さん、岸田首相が思想良心の自由、強制にならないようにすると言っています。しかし皆さん、今日岸田首相は、府省庁は長期を併用し黙祷をすると言いました。どうですか。長期を併用し黙祷させるんだったら、それ強制ではないでしょうか。そして皆さん、府省庁がそのことをやるんであれば、同調圧力、自治体や学校や、そして役所、地方自治体、そしてさまざまな会社で長期の掲揚や黙祷が事実上強制される危険性があると思いますが、皆さんどうですか。府省庁で長期を掲揚し黙祷させるなんていうことは、これも公務員に対する思想良心の自由に対する侵害ではないでしょうか。そして皆さん、安倍総理の政治を私たちは正当化することはできません。憲法改悪、軍拡、歴史修正主義、違憲の法律を作る、そして森友、加計、桜を見る会、政治の私物化をやってきた朝鮮学校に対する補助金は出さず、この社会に差別と分断を持ち込んできたのは安倍総理そのものではないでしょうか。憲法を踏みにじってきた人たちを、憲法を踏みにじみる政治をやってきた人を、私たちは国葬にできない。法的根拠がないから誰もできないけれども、安倍総理に対してやることは、この政治の正当化、許してはならないと思いますが、皆さんどうですか。そして統一教会との関係、まさにメッセージを送り、そして票の分配を行っていたという自民党の元議員の発言もあります。ここまでズブズブ、ここまでズブズブにもかかわらず、国葬をやったら、それは統一教会に対するこの正当化につながると思いますが、皆さんどうですか。だからこれはやってはならないんです。やってはならないんです。弔問外交というけれど、ほぼ現職の首相たち来ないじゃないですか。統一教会と関係があるという報道を知って、やはりこれは来れないと思います。だったら意味がないじゃないですか。やってはいけません。皆さん、私たちは政治を変えましょう。安倍さんの私的葬儀に対して防衛省がまさに儀仗隊を出した。私的な葬儀に防衛省の儀仗隊が出たのは今回が初めてだという報道があります。実定の岸防衛大臣が指示したというのもあります。私、福島みずほは思います。
どこまでどこまでどこまで公私混同を続けるんでしょうか。どこまでどこまで私物化をやるんでしょうか。私たちはこんな私物化を許さない。皆さん、国葬まさに国家の意思で税金使ってやることどうですか。官房長官はこの国葬が終わった後に精査して報告をすると言っています。おかしいじゃないですか。総額も積算も出さない、終わった後に精査して国会に報告する、ありえないですよ。財政民主主義に明確に反しています。この憲法を葬る、法律を葬る、民主主義を葬る国葬を私たちは許さない。一人一人の声を上げ、一人一人の声を上げ、国葬をさせないために力を合わせていきましょう。社民党もその立場で全力で頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。すいません、舞台の前にいる方、移動してください。ここにとどまっていると通りたい方が通れません。議事堂に向かって右側の並木のところ少し下に降りた方が空いております。どうぞ移動してください。はい、はい、並木通りの向こうは空いています。議事堂に向かって右側の並木の下の方が空いています。マイクはちゃんと届くようになっていますので、ぜひ移動をお願いします。それでは続きまして、立憲民主党の安倍智子さん、よろしくお願いいたします。改めまして、8月の31日の夕刻、国会前にコロナ禍にもかかわらずお集まりの皆様に、立憲民主党の衆議院議員、そして一人の小児科の医師として子どもたちの心をもてあそび、ついには山上容疑者のように襲撃に向かわせしめたこの間の統一教会問題と、そのことを国葬として行おうとする国の理不尽について、お怒りの皆さんと共に本日の夕刻の集会に連帯のご挨拶をさせていただこうと思います。去る7月の8日10日には参議院選挙が投票日を迎えるという中、お昼ちょっと前に私たちに安倍元総理の銃撃が伝えられました。当初皆さんも覚えておいででしょう。民主主義に対する暴力で言論の自由を封殺していくことは許さない、民主主義に対する挑戦だと言われたこの狙撃事件は、今振り返れば長年の日本の戦後の政治の中でどっぷりと勝共連合や、あるいは世界平和統一家庭連合、いろんな名前をつけてやってきたところの旧統一教会のそのさまざまな介入や政治への、いわば本当の意味でこの国の民主主義を壊してきたことの結果の責めを、安倍総理は逆にそれゆえに一身に背負うこととなり銃撃をされていったことだと思います。安倍総理が行ってきた数々の森友、加計、桜、いずれも国会で嘘をついていいという、子どもたちに国会は嘘をつく場所であるということを教えた、その意味でこれまでの政治の中で最も恥ずべき事態です。
なぜそのことを私たちは国葬として弔意を示し弔わなければならないのか。違います。そして何より私が先ほど申し上げました小児科医だと言いました。この統一教会のいわゆる2世の子どもたち、小さい頃から親と共にこの教えのもとで自分はそれに沿わねばならない、そう思って生きてきた子どもたちが、果たしてこの宗教から自由であれたかどうか、自分が親に背いて教えに背いて抜けることなど到底できない、その苦しみを抱えた多くの二世信者、幼い頃からそれは彼女ら彼らを取り込み傷つけ、自分が抜けるということは自分が悪い子であり、自分を親を否定を教えを否定することだと思わされて心を病み行き場もなくし、そして山上容疑者も含めて犯行が行われました。未来を失うような国葬をやってはなりません。これ以上子どもたちの心をもてあそんではなりません。しっかりと統一教会にけじめをつけ、戦後政治を新たにして朝鮮半島やアジアの国々と共にどうこの地域で生きていくかを考えねばならないスタートに、国葬はふさわしくありません。これまでの誤りを終わらせるという意味ならば賛同もいたしましょう。これまでをたたえそれを美化するような国葬には一切賛成をすることはできない。そのことを立憲民主党衆議院議員、そして一人の小児科医としての私安倍智子から皆様にお伝えして終わらせていただきます。お疲れ様です。ありがとうございました。そろそろ暗くなってきました。光物、懐中電灯だとかライトとか、皆さんそういうものを持ってきている方はぜひつけてください。明るく楽しくやっていけると思います。はい、それではですね、沖縄の風の方からメッセージをいただいています。今沖縄では選挙中なのでとてもここには来られません。伊波洋介さんからのメッセージを山口菊子さんに読んでいただきます。よろしくお願いします。はい、参議院会派沖縄の風の伊波洋一です。参議院会派沖縄の風は2016年7月の結成以来、沖縄の未来と沖縄県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを強く訴え、現在は宝哲美議員と私で活動しています。本日は沖縄で県知事選挙を戦っており、皆様にお会いしてご挨拶することができないことをお詫びいたします。岸田内閣は7月22日に安倍元総理の国葬の実施を、8月26日に予備費 2.5 億円の支出を閣議決定しました。9月27日には国葬の強行が予定されています。安倍元総理の銃撃死亡は大きな衝撃を持って受け止められ、私自身互いの思想信条に大きな隔たりはあっても国会で質疑応答した間柄で大変ショックを受けました。しかし国葬については1947年の国葬令執行以降、法的根拠も基準もありません。官房長官は行政権の作用と言い逃れていますが、行政活動は国民代表により立法府の制定する法律に従って行わなければならないと、法律による行政の原理を無視するのであれば独裁政権と変わりありません。国葬は強行すべきではありません。沖縄ではこの間2度の県知事選挙、 72% が反対を示した2019年の県民投票など、
辺野古新基地建設反対の民意がはっきり示されてきました。にもかかわらず政府自民党は民主主義と地方自治を踏みにじって辺野古新基地建設工事を強行しています。しかし県民は絶対諦めません。来たる9月11日の県知事選挙でもオール沖縄の玉城デニーさんの再選を勝ち取ることで政府自民党に辺野古の沖縄県民の声を聞けと突きつけていきます。また日本政府は住民合意のないまま沖縄県南西諸島に自衛隊ミサイル部隊を配備する動きを加速させています。岸田県政権はウクライナ戦争に乗じて防衛費増や敵基地攻撃能力、長距離射程ミサイルなどの保有などの軍備拡張を行い、台湾有事に米軍と自衛隊が軍事介入し、沖縄、日本を戦場として提供しようとしています。ウクライナと異なり、小さな島々からなる南西諸島からの住民避難は不可能です。県民の4人に1人が命を奪われた沖縄戦の悲劇を二度と繰り返させてはなりません。いよいよ9月11日は知事選挙と市町村議員等の沖縄県内の統一地方選が行われます。ぜひ沖縄県知事選挙、玉城デニーの再選に向けて皆様の引き続きのご支援ご協力をお願いし、連帯のメッセージといたします。ありがとうございました。ちょっとまだ、人が固まって滞留しているところがあります。申し訳ありませんが並木の下の方へずっと流れていってください。すいません、よろしくお願いします。さてこれから寒波の舞台をさせていただきます。土井智恵さん、富江さん、よろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、ご苦労様です。今からですね、ご紹介にあったように特別なアピール、寒波の訴えをしたいと思います。私たち実行委員会は80近くの市民グループで今日の集会、そして9月27日の集会も呼びかけています。でもその財源って実は私たちそんなにお金持ちじゃないんですよね。それでこの市民運動は集まった皆さんに寒波を寄せてもらってそれを財源にしています。今日はこの国会前、正門前に初めていらした方もたくさんいるというふうに思うんですけれども、ぜひ寒波にご協力いただきたいと思います。この、オレンジ色のリボンをして、そして寒波袋を持った人たちが寒波お願いしますというふうにお願いに行きますので、どんな金額でもいいです。すごい四角い音のしないお金でもいいし、小銭でも構いません。気持ちを寄せていただきたいというふうに思います。今日の音響設備とかプラカードとか さまざまな行動に生かしてまいりますので、ぜひ寒波のご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん寒波のご協力お願いいたします。寒波隊があちらこちらの方歩いておりますので、よろしくお願いします。さてなるべくなら滞留しないで流れを作ってください。とどまってしまうと後から来た人が動けません。よろしくお願いします。続きまして市民からの発言をお願いします。 M ネット、民法改正、情報ネットワークの代表坂本陽子さん、お願いいたします。よろしいですか。こんばんは。ご紹介いただきましたM ネット民法改正情報ネットワークの坂本陽子と申します。 M ネットは80年代90年代に選択的夫婦別姓や婚外差別撤廃の運動を始めた仲間と2000年に立ち上げたメディアで、国会質疑を中心に情報を発信しています。今回安倍元総理の国葬に M ネットとして
明確に反対をいたします。それは安倍氏が不当に男女共同参画や教育行政を歪め、民法改正を阻み、性教育やジェンダーへの攻撃を行ってきた人物だからです。そのバックに問題となっている統一教会や勝共連合、日本会議といった保守派の存在があることも当時から分かっていました。政府は91年に男女平等の見地から夫婦の氏などの法制を見直すと明記し、法制審が見直し作業を開始しました。性教育元年の92年に性教育が始まると、純潔教育を主張する統一教会が性教育へのバッシングを始めました。統一教会は性教育をコンドーム教育と貶めました。ちなみに高橋志郎氏は勝共連合系ビデオで、性教育過激派の狙いで性教育服毒本を噴射するという常軌を逸した行動を取ってきた人物です。96年に法制審が選択的夫婦別姓導入を答申すると、翌年には新しい歴史教科書を作る会や日本会議が設立され、選択的夫婦別姓に反対する運動が展開されました。99年に男女共同参画社会基本法が成立し、各自治体で推進条例が作られる過程でバッシングが全国で多発し、男らしさ女らしさを条例に盛り込もうとする運動が起こります。これらの運動を行ってきたのも高橋氏らです。こうして性教育、夫婦別姓、ジェンダーは激しいバッシングにさらされました。2001年政府の世論調査で初めて選択的夫婦別姓に賛成が反対を大きく上回ると、これに危機感を持った日本会議が日本女性の会を結成し、高市早苗氏や山谷恵理子氏は副会長に就任し、選択的夫婦別姓を反対署名活動を展開。山谷氏は2001年に世界日報で通称使用の拡充で十分と発言し、高市氏も97年の衆議院法務委員会で通称使用でこと足りると発言ししています。しかしこの2人、通称使用を推進してきたわけではありません。選択的夫婦別姓が現実味を帯びてくると、反対のツールとして通称使用論を持ち出したに過ぎません。ヘイトを撒き散らしてきた杉田水脈議員より悪質なのが山谷議員ではないでしょうか。現場で大切に使われてきた性教育の服毒本は全般と回収に追い込まれます。2005年に自民党過激な性教育ジェンダーフリー教育実態調査プロジェクトチームを立ち上げ、山谷氏が事務局長に、そして座長となったのが安倍氏です。安倍氏は PT のシンポジウムで男女共同参画社会基本法を否定し、ジェンダーフリーを進める側をカンボジアのポルポトになぞらえて批判しました。2005年の郵政選挙の後の小泉政権で官房長官となった安倍氏と大臣政務官となった山谷氏は政権の中枢でバッシングを行いました。年末に閣議決定した第2次男女共同参画基本計画にジェンダー用語を使わないよう奔走し、翌月には全国の自治体にこの用語は使用しないことが望ましいという適切という事務連絡まで発しました。その安倍氏が2006年に首相に就任すると、山谷氏は教育再生担当の首相補佐官に就任し、教科書検定に介入するなど教育行政をも歪めてきました。2006年に山谷氏と安倍氏は法律婚によって形成される典型的な家族形態の中で出産が行われるべきであり、教育でそれを教えることが重要と主張してきました。もちろんこの家族には別姓夫婦や同性婚といった多様な家族は入っていません。2006年に出生率が過去最低となった時には新しい少子化対策を発表し、家族地域の絆を再生させ、社会全体で子どもや命を大切にする国民運動を推進するという実効性の薄い少子化対策を推進しました。統一教会の主張は少子化に拍車をかけたと言わざるを得ません。その後も安倍氏の意向で選択的夫婦別姓は実現の道筋が見えません。安倍氏が主張をやめても実現しないのは、
自民党議員への影響力があったからです。その象徴的な存在が杉田水脈議員の過激な言動ではないでしょうか。安倍氏が戦後最長の首相であったことが国葬の理由に挙げられていますが、私たちにとっては民法改正を阻み、ジェンダーバッシングを戦後最長を行い、ジェンダー平等を後退させてきた暗黒の時代だったと言わざるを得ません。だから安倍氏の国葬には絶対に反対します。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では続きまして、 NPO 法人アジア女性資料センターの本山久子さん、よろしくお願いします。はい、あ、皆さんこんばんは。はい、ちょっとジェンダーとセクシャリティの話が続きますが、しかしそれだけ安倍さんの保守政治の根幹にはジェンダーとセクシャリティが非常に大きな問題としてあったということを、改めて強調したいと思います。私たちは、8月とそして今度9月にも、国葬させない女たちの会ということで、国葬させない、家父長制政治を葬ろうということで、行動を行います。それは、国葬を許すということがこの安倍さんが、行ってきた、正しいたった一つの家族の在り方しか認められないのだというこういう考え方のもとでジェンダーとセクシャリティを統制し人々の、コントロールしようとするこういう政治を決して維持再生産させてはならないと考えるからです。この間統一教会と安倍さんのつながりにおいてジェンダーとセクシャリティが非常に重要であるということが、分かってきました。でですね、私この間に、全然ジェンダー平等化進まないと思ったらそれは統一教会のせいだったんですねっていう感想を何とか聞くことがありました。しかし、そんなに簡単なものでしょうか。本当にカルト宗教のイデオロギーによって私たちが知らない間に勝手に政治が動かされていたんでしょうか。私はそう考えるのはやはり単純に過ぎると思います。むしろ男性中心的な異性愛家族こそが日本の唯一の正しく自然な伝統的な在り方だ、そしてそれが健全な社会と強い国家の基盤になるのだ、そういう考え方がもともと保守政治家の中にあったからこそ、そして人々に広く受け入れられる基盤があったからこそ右派政治家と右派宗教は手を組んできたのではないでしょうか。思い出していただきたいんですが、安倍さんは戦後レジームからの戦後レジームの克服、美しい国というスローガンを唱えて戦前の社会を、理想化していました。その戦前の社会とは天皇が、天皇を家長とし、そしてその子供としての国民が一つの家族として何の争いもなく美しくまとまる、そうしたものが理想と考えられていたわけです。でそのような家族の在り方、国家の在り方を復活させたいという、狙いは自民党が打ち出している憲法24条の改正案にも見て取ることができます。つまり保守的な家族主義とは何か、カルト宗教のよそから来たイデオロギーではなく、この社会、戦前からの帝国の根っこを引きずって克服できないこの私たちの社会の中にある、そのことを自覚しない限り、たとえ統一教会の政治的影響力を、消し去ったとしても、このジェンダーセクシャリティに基づく保守政治の、病巣を私たちは取り除くことができない、そのことを自覚すべきだと思います。そして第二に強調したいのは、安倍さんの保守政治の巧妙さ強さというものは、この古い家父長制の上に新しい衣をまとってみせることが非常に上手だったということです。安倍さん自身は決して、男尊女卑の分かりやすいような態度を取る人ではありませんでした。むしろ、そういう保守的なイデオロギー、
や歴史修正主義が国際的には通用しないと分かればすぐに女性活躍、女性輝く社会というようなスローガンを掲げてリベラル派すら取り込んでみせる、そのような柔軟性を持っていたわけです。そして、まあ、そのようなことがこういう、一見みんなに受け入れられる女性に優しい政策ということがその陰で、慰安婦問題を抑圧し女性には、働きにくいに進めるけれど決して自立できる賃金は与えず女性のリプロダクティブライツセクシャルマイノリティの、権利を抑圧してきたそういう政治を行ってきたわけです。私たちはこのこともよく考えてみる必要があると思います。みんなが 長いこと自然な在り方だと考えてきたジェンダーとセクシャリティの在り方というのは今大きく変わりつつあります。そのことが一部の人々には大きな不安を与えている。だからこそジェンダーとセクシャリティは右派政治右派宗教のにとって重要な政治的資源となりうるわけです。安倍さんはそれを非常にうまく使ってきたと思います。だからこそこの安倍政治のおかげで政治的権力を得た政治家たちは今その安倍さんの影響力を死んでもなお生かし続けたい。なぜならば彼らは自分たちの予定立つ権力基盤を再生産させたいからです。国葬というのは安倍政治の権力基盤を維持し再生産させることです。だからこそ決して許してはならない。もちろん税金の問題はありますがしかしたとえ0円でも国葬をさせてはならない。それは私たちが、このジェンダーとセクシャリティの抑圧あらゆる差別を今こそ根を断ち切るためにどうしても必要なことです。頑張りましょう。ありがとうございます。応援団の皆さんも今日はありがとうございました。それでは続きまして上智大学の中野浩一さんよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ようやく少し涼しくなってきましたがこんなに大勢の方もう今真っ暗になっちゃいましたけれども本当に私も久しぶりです。皆さんも多くですねここまで国葬に対する反対が広がるとは思っていらっしゃらなかったんじゃないかと思うんです。で本当にですねこの運動が私たちにとって非常に重要なある意味機会を与えてもらっちゃったっていうようなところがあることをちょっと話したいと思います。まあ、同時にですね相変わらず警察の方も随分いっぱいいらしてるなと思って妙に懐かしいというかですね。でただ本来警察の皆さんの仕事っていうのは多分市民の安全を守って民主主義を守ることにあるので私たちのことを見張ってたりなんかぼんやり見てなくて後ろの方もちゃんと見ておいてくださいね。いやああいうことやっぱりあっちゃいけないわけですよ。それはそれとして、まあ、安倍さんの国葬ということなんですけれどもどうですか。普通ですとですね国葬に対する反対っていうものっていうのが出てくると政治の普通ですとですね政治家で国葬しようっていうようなことになってこれだけ世論が割れてこれだけ反対が出てたらどっかから個人がこういうことは望まなかったはずだっていう意見が出てくるんだと思うんですよね。ところがどうでしょう。多分みんな分かることだと思うんですが安倍さんは多分何よりも喜んだんだろうと思うんですね。国家権力を私物化して閣議決定で、まあ、かなり私的な形でお金を使って
税金をそんなために払ってるわけではないっていう人たちに対してもですね、まあ払わせて国費で全額を賄うなんてこと、まあ正直安倍さんだったら本当に喜んだだろうなと思うんです。でそんな中でこんな人たちに負けるわけにはいかないって私たちまた指を刺されてるんだろうと思うんですね。でしかしですね、まあ、岸田さんなんでこんなことやっちゃったんだろうって今の段階になってると思ってると思うんです。あまりにも早く決めてしまっておそらく、まあ、亡くなっている安倍さんに忖度をしてしまった。そして安倍さんがいない中で相変わらず安倍政治が続いていくんだということで自民党の右派の人たちをですね、まあ、うまく統制するために国葬をやらないっていう判断は多分なかったんだろうと思います。ところがやっぱり国葬というのはもともと戦前に天皇が皇族や特別な功績があった臣民に対して行うというようなものだったわけですよね。だからこそ戦後廃止されたし、吉田茂の、まあ、吉田茂って麻生さんのおじいちゃんですよね、うん、多分麻生さんはうちのじいちゃんにやったんだから安倍さんにもやるべきだって言ったんじゃないですかね。だからそういう話じゃなかったわけじゃないですか。だから1967年の当時でも大きな反対が出てその後はやらなくなっていたのに今こういったような形で復活させてしまう、それを許してはいけないということで私たちは今日集まってるんだと思うんですが、これは本当に非常に重要な戦いだと思います。そしてもう一つ今日、まあ、市民や警察だけじゃなくてメディアの方もだいぶ大勢来られてると思うんです。でこれがですねかなり大きな誤算だったんじゃないかと思うんですよ。でも NHK 来てないよ。いやいやいや来てましたよ。うん来てますよ。うん大丈夫です。あの放送するかどうかは別ですよ。あの記録映像はいっぱい撮ってらっしゃいますから大丈夫です。いつかね。まあいずれにしても安倍さんが亡くなっても相変わらず安倍政治を継げようっていうこと、岸田さんはこれを国内だけじゃなくて国外に対しても見せたかったんだと思うんです。なんで国葬なのかって聞かれたときに8年8ヶ月の最長の在任記録だからとか、あるいは、悲劇的な選挙の中で亡くなるっていうことがあったとか、ちょっとよく功績かどうかわからないようなことをおっしゃっているわけですけれども、それに加えて外国の首脳などが弔意を発していたと。でそれに日本も国を挙げて国全体として弔意を表す場を作る必要があると、そういう言い方してるんですよね。だから弔問外交っていうことはまあそういうことなんでしょうけれども、海外に向けても安倍路線は変わりませんよって言いたいわけです。でですね、実は危なかったのは安倍さんがあんな悲劇的な状況で亡くなった時に日本のように治安がいいところで銃撃によって元の総理が亡くなるなんていうことがあるっていうのはやっぱり衝撃的なことだったので、世界中にこの速報が、まあ、回ったわけじゃないですか。でその時は日本のことあんまりよく知らない記者さんたちも取材してましたし、とにかく状況がよくわからないし、日本のメディアも特定の団体とか言ってましたから、そういった状況の中で非業の死を遂げた安倍さんというストーリーで偉大な政治家が亡くなったというようなトーンだったんですよ。でそれは私も正直見てて、いや亡くなったばっかりの方のことを悪く言うっていうのはもちろんどうかとは思うけれども、正当な批判だったり正当な業績について実績について語ることができないのもこれも大きな問題だと思ったんですよね。でしかし岸田さんの大失敗はほとんど3ヶ月も間を空けて国葬をやることを決めちゃった結果、今日もなんですけれども海外メディアの取材がいっぱいあるんですよ。私だけでも昨日3つやって今日も2つやりました。なんでかって言ったらそれは国葬をやると、で安倍さんが亡くなったっていうのはみんな知ってると。でその中でその間国葬に対する反対がどんどん強くなって、そして統一教会と安倍さん自民党の関係もどんどん明るみに出てきたと、そういう状況の中でなんとですね海外メディアが世界に向けて安倍さんのやったことをよりバランスの取れた形で続報する状況になってるんです。これこそドツボにはまったってことですよね。でこれでですね今いっぱい取材が来ていて統一教会との関係のこととかが
このまんまもし安倍さんが亡くなった国葬ないっていうことであれば、日本からのニュースなんてしばらくなかったところだったわけですよ。ところが今そのチャンスが来ちゃってるっていうことがあるので、まあもちろんできれば国葬はやめにさせたい。しかしやっちゃったとしても、これだけ多くの人たちがこの人が本当にやったことはこういうもので、自由主義秩序を守るとか民主主義を守るためにアメリカと一緒になって軍事同盟を強化して中国との対立を煽っていて、それで東アジアが安全になってるなんていうよくわからない話じゃなくて、日本の民主主義そして東アジアの平和をこれだけ危うくしてしまった人なんだということを伝える場が今あるんだと思います。まだ1ヶ月近くありますから、どん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 私たちの声を大きく広げていきましょう。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。一つ落とし物が届いています。女性用のものだと思いますが、黒い縁の、少しブルーがかったレンズが入っているメガネが落とし物としてあります。舞台のところに置いておきますので、気がついた方は取りに来てください。少し滞留してて動きづらいようになっているそうです。なるべく並木の下の方へ移動してください。では続きまして、行動停止とスプレーヒコール、岸山直子さんです。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様でした。どうでしょう、ライト用意してますか？ぜひライト、携帯ライトでもいいのでつけてみてください。本日の参加者は4000人の市民が国会の前に集まりました。コロナ禍になってから国会正門前にこれだけの人が集まるのは本当に久々だと思います。さて、私はつい先日まで韓国に行っていたんですけれども、韓国で何人もの仲間から、安倍の国葬はありえない、反旗を翻す仲間たちに連帯すると声をかけられました。もう本当にそれもそのはずだと思います。福祉や教育を削り、軍事費を釣り上げ、再軍備への道を開いた安倍元首相は、台湾海峡をめぐる軍事的緊張を生み出した張本人です。その上、歴史修正主義者で歴史改ざん教科書の作成に関わったり、日本の侵略戦争の謝罪は自分の代で終わりにしたいなどと言い放った安倍談話なるものを出しました。さらに日本で朝鮮学校だけ無償化から外すなど、数々の差別排外政治を行ってきたからです。安倍元首相の祖父岸信介と深いつながりのあったパク・チョンヒと、そのパク・チョンヒの娘パク・クネを韓国市民は武器ではなくキャンドルを持って打倒しました。パク・クネと同時期に首相の座にいた元首相の安倍さんもきっと倒せる、そう励まされながら私たちは戦ってきました。皆さん思い返してみてください。7年前の昨日、8月30日 8.30 国会法違と銘打って、安倍政権による戦争法強行反対と安倍政権の打倒を訴えて、この場所を中心に12万人の人々が押し寄せました。この12万人の人々はこの周辺だけではなく、霞が関の日比谷公園の方まで広がりました。そしてこの国会前だけではなく、全国各地で安倍政権打倒の取り組みが行われました。本当ならば銃弾ではなく、私たちこのような草の根の市民運動で倒したかった。でも私たちの戦いはこれでは終わりません。絶対に終わらせてはなりません。さまざまな悪政による犠牲をなかったことにするわけにはいきません。安倍首相が断るごとに自慢げに、私は雇用を増やしたと言っていますけれども、増やしたのは非正規雇用ではなかったですか。彼の言う女性が輝くという言葉のもと、多くの
19日、あとでメッセージの横にもチラシがあります。9月の19日、今回の19日行動は代々木公園で行います。代々木公園2時、国葬反対、さよなら戦争、さよなら原発、代々木公園、1時半です、1時半から行います。そして9月の25日、ここから連日の行動となります。9月の25日、夜6時から総掛かり行動実行委員会の青年たちが企画する国葬反対ユースアクションが行われます。新宿東南口で行います。夜6時です。元青年の方もぜひ集まってください。そして9月26日、国葬の前日、この前夜には総掛かり行動実行委員会の街頭行動があります。新宿駅西口に夜6時にお集まりください。そして先ほどもお知らせいたしました、9月21日、27日、国葬当日、昼の2時にもう一度この場所に全ての枠を乗り越えて集まりましょう。よし。それでは最後に皆さんとスプレーコールを上げていきたいと思います。スプレーコール、スプレーコール、国葬反対、国葬反対、閣議決定、今すぐ撤回、安倍元首相の国葬反対、国葬で税金使うな、国葬で税金使うな、皆さん元気が出ましたね。これで今日の安倍元首相国葬反対 8.31 国会正面前大行動を終わりにします。今日は4000人の参加でしたので、駅へ向かうのもどうぞゆっくり行ってください。これから、解散指示がありますのでお願いします。それから成蔵さんの音楽を聴きながらゆっくり帰ってください。お願いします。はい、すいません、ですね、たくさんの人がいますので、まずは南西北西側の人たちからゆっくりと帰ってください。メインステージの方の周りの方はもうちょっとお待ち
になって、北西南西の方からお帰りになってください。今からですね、少し音楽も流しながら行きます。どうぞライトを振りかざしながらゆっくりゆっくり進んでいってください。今日は4000人の皆さんが集まりました。4000人の皆さんが一気に帰ると大変なのね。ゆっくりと、進んでください。まずは南西北西側からです。音楽を流しながらゆっくり帰ってください。ライトもぜひつけてください。道が暗いです。ぜひライトを持っている方はライトをつけてください。皆さんお疲れ様です。成蔵です。送り出しの音楽やらせていただきます。ぜひ皆さん足元がとっても暗いですので、ゆっくりゆっくり帰りましょう。本当に安全に帰りましょう。皆さんお疲れ様です。本日は車内をさせていきたいと思います。ゆっくり進んでください。夜は闇に負けない、人は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない。夜は闇に負けない、誠は嘘に負けない、は沈まない、決して諦めはしない。光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない。光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない。光は闇に負けない、誠は嘘に負けない、真実は沈まない、決して諦めはしない、真実は沈まない、決して諦めはしない。もありますので、皆さんゆっくりゆっくりお散歩ですね。通路を開けながら帰ってください。まずは南西北西側の方の皆さんからお帰りになってください。暗いのでぜひですね、足元照らしながら、ライトで照らしながら、歩いていってください。足元暗いです。お幸せ。まだ音楽も続きますので、少し立ち止まって音楽聴きながらゆっくりお帰りになってください。写真撮りますか。はい、次の曲、皆さんご存知のデサラ、デサラをお送りしたいと思います。答えきれない光、こらえきれない悲しみ、そんなことの繰り返しだけど、決して負けはしないさ、デサラ、デサラ、僕たちの人生は平和と自由を求めて行けばいいのさ、泣き腹さよ、迎える朝の眩しさ、涙の乾く時はないけれど、決して
倒れはしないか。僕たちの人生は平和と自由を求めて生きていけばいいのだ。いつも思い出すのは自由のために死を選んだ。メンバーチョイ、ショーヒル、ヴィクトル・ハラを決して忘れはしないさ。ケーサラ、ケーサラ、ケーサラ、僕たちの人生は平和と自由を求めて領域手帳など入っている多分ちょっと大事なものだと思うんですけれども、黒い、ポーチですね。黒いポーチとウルトラダウンラッジャケット の, あのちょっと袋がついている黒いポーチの落とし物を、ステージ前で扱っています。手帳が入っていますので、黒いポーチ落とされた方、来てください。落とし物の案内です。黒いポーチ、ありますので、落とし物をされた方、ウルトラライトダウンジャケットの袋がついている黒いポーチを、預かっています。中に手帳が入っていますので、落とされた方は、持ってきてください。こちらのステージの前に来てください。まだですね、国会議員会館前駅、そしてですね、永田町前駅、桜田門前駅といろいろあります。桜田門の方の方がちょっと空いてるかもしれません。国会議事堂前駅の方少し混んでいますので、本当に押さずにゆっくりと、足元暗いですのでライト照らしながらですね、歩いて行ってください。ママにいます。ママにいます。ステージの真ん前ってどの辺ですか？私は嫌い。
とさ、わし雲飛ぶ空の下、行くさ知らずに二十歳になって、ついで母世に咲く花の名前は知らないだけども、世に咲く花が好き、ララ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 ラ。皆さんお疲れ様です。足元くらいなんで、ぜひぜひゆっくり帰りましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また路上でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ゆっくり進んでください。お帰りの際はくれぐれもお気をつけてお帰りになってください。明日は有楽町水戸市山で夜6時からウィメンズアクションです。9月19日は代々木公園で昼の1時半からです。そして9月の25日は青年の企画レース、新宿の東南口で夜6時から街頭集会です。そして、前夜ですね、9月26日の前夜は新宿西口です。総係の街頭講座があります。新宿西口夜6時です。そして当日は9月27日当日は昼の2時、同時刻です。国葬と同時刻にここ、正門前にお集まりになってください。高さん、お願いします。
戦争法案という。